DDTVS サイバーエージェントの上プロレス。男食死亡遊戯マイナスは、2017年12月21日に、アベマ TV にて配信されたプロレス中継、バラエティ番組。DDT 所属のプロレスラー、男職 D のが、アベマ TV の番組内で、サイバーエージェント社長、藤田進の唇を奪うこと、社名を、ゲイバーエージェントへ変更させることを宣言。 サイバーエージェントグループとなった DDT 社長高木三四郎はサイバーエージェントのコンプライアンスを守るため社内にレスラーを配置。男色軍とサイバーエージェント軍が社内の各界で戦いを繰り広げるタワーディフェンス型生配信路上プロレス番組である。生配信後は DDTVS サイバーエージェント路上プロレス。男色死亡遊戯から名場面集と題し各界ごとに 前10回の番組として編集し、ビデオ配信。話数表記はされず、階層で表記されている。1から2回がないのは、他社が入居しているため。2019年3月29日、アベマ TV アベマゴールドチャンネル18時から21時、及び格闘2チャンネルにてその後の延長戦を生配信されたプロレス中継番組。 ドトリブ、マジマン次長の特別番組として企画され、アベマ TV のアベマタワーズへのオフィス移転を記念して配信された。前回と同じくタワーディフェンス型番組として組まれ、男色軍がサイバーエージェントオフィスを攻め入り、藤田社長の唇を奪うことを目標とする。生配信後はドトリブ、マジマン次長の一番組として配信されるが、便宜上ここに記述。 前回と同じく話数表記はされず、概ね階層で表記されている。ありがとうございます。